どうする？加減はしない。ああ、原稿が里中に。あ、ダメだ。これは俺一人では集めきれない。そこの君、里に散らばった重要書類の収集を手伝ってくれないか。もちろん報酬も渡す。だから頼む。手伝ってくれ。助かったよ。これで全部揃ったね。うん？集めた資料は何だったのかって？これは世に出回っていない本でね。あれこれ手を回してようやく手に入れたんだよ。しかしまさかまだ見ぬイチャイチャシリーズがあるとは思わなかった。ん？いや、これはイチャイチャシリーズではない。全く違う本じゃないか。ちょっと向こうでしっかり読んでみる必要があるな。いつもと作風が違う。どういうことだ。いや、しかしこれはこれで、おうおう。挿絵もあるのか。え？報酬？ああ、そうか。俺としたことがうっかり。いや、君も気になって奪いに来たのかと思ったよ。忘れててすまなかった。約束の報酬はこれね。極上壁。よっ。さて。次こそ本に集中して、この展開は、
どうする？自分の力を信じるんだ。これからお前らは俺と一緒に任務をこなしていくチームになる。対等な木の葉隠れの忍びとしてな。だがその前にどれだけ成長したのか俺に見せてもらおうか。どんな手を使ってもいい。俺から鈴を奪い取ってみせろ。昔も同じことやったわよね。へへ、あの頃と同じだと思うなよ、カカシ先生。やるさーって、もう少しやる気を出しますか。負けたわけじゃない。バトン放線化の術。よしよし、起爆なみ。やるね。それじゃあ俺も少し本気出しますか。いやお前らも強くなったね。まさか本当に鈴取られちゃうとはね。へへ、俺ってば高橋先生追い越しちゃったかも。バトン本戦火の術。何言ってんだよ。特上壁。まあこれから頼りにしてるよ。
よく来たね。よう。やってみせる。いいか、今から敵の部隊がこの森を通り抜ける。そいつらを一人残らず叩くぞ。鹿丸がいるなら安心だね。油断は禁物だ。必ず任務を成功させるぞ。うん。絶対逃がすなよ。カコン、ロードエクト、奥さん縛りの術。エコン、したよ。よし、指定した待ち伏せ場所に行ってくれ。ここで奴らを迎え撃つぞ。僕がやる。なんかやろ。どうやら敵さんは相当慌てているようだな。次は俺が行く。俺が足止めしている間に。作戦通りだぜ。Yeah!
よ。俺の力だけじゃねえよ。お前たちの力があったから成功したんだ。来た来た。よし、任務成功記念に美味しいもの食べに行こうっと。黙殺縛りの術。己の力を試す時だ。おっと、オイラの芸術博覧会に来客か。せっかく来たんだ、存分に遊んでいけよう。ん、なに、金はいらねえ。代わりにオイラのために爆発してくれればいいだけだ。なんかとんでもないことを言ってるね。芸術家には刺激が必要なんだ。刺激がよ。そんなわけで芸術の糧になってもらうぜ。うん。カコン、いいか。どんどん攻めるからね。いや。
任せて。はっ、どんどん攻めるからね。はっ、よっ、僕に任せて。やって生き残るとはな。ったく、お前たちが粘ってくれたせいで粘土が尽きちまったじゃねえか。まあいい、ここらで芸術博覧会はお開きだ。次はもっと派手にやってやるからな。絶対見に来いよ。うん。嫌だよ、こんな展覧会二度と行かないよ。何をしようか。ナルト君が敵の討伐任務に向かったんだけど、その全然帰ってきてないらしくて。
私、とても心配で。だから、捜索に行こうと思うんだけど。私の白眼で、ナルト君を見つけ出すね。その間のフォローをお願いします。あれれ、なんだいお前ら。もしかしてあいつの援軍に来たのかい？だったら先に行かせるわけにはいかないよね。ねえねえ、あの女が白眼で捜索してるみたいだよ。じゃあまずは女を退治しようか。場所を変えて捜索しないと。場所が分かったよ。急ごう。機動チャクラ完成。ナルト君。ヒナタ、お前なんでここに。ナルト君のことが。のんきに話してる場合じゃねえな。ヒナタ、周りの敵を片付けるぞ。
日向たちのおかげでな。私は別に何も。アンガとな。相手にとって不足はない。
よう。自分の力を信じるんだ。移動しながら聞いてくれ。敵の集団が里に向かって進行中だ。ヤマトが木遁で作り出した防衛門で防いでいるが、敵の数が多い。奴らが里の奥まで入り込まないよう門を死守してくれ。
正々堂々勝負だ。Okay.